皆さん、こんにちは。伊丹健一役、川原和久です。大体、こういったイベントの場合、僕が一番手になることが多いんですが、非常に緊張する瞬間ですね。ガールの劇場版3、本当に時間をかけて大切に作られた作品で、すごい人のステージを迫力な映画にしてあります。アナと雪の女王の吹き替え版もよろしいんですけど、ぜひアイドルの方もよろしくお願いします。また同じ時期にテルマ・アルマエア、2ですか、あれの公開もあるらしいんですが、8の1と見るのであれば、アイドルの方は3回にその分を決めて、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、大谷亮介さん、お願いします。こんにちは。捜査一課の三浦です。トップ最高。今日はこれから続々と全員登場しますので、夜の映画も含めてたっぷりと楽しんでいってください。本当にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、山中隆さん、お願いします。どうもこんにちは。芹沢刑事役の山中隆です。本日はこんなにたくさんの方にお集まりいただきまして、本当に僕たち嬉しく思っております。今日という日が早く来ないかなと楽しみにしていたんですけれども、やっと今日が来ました。ね、皆さんも最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、六角誠二さん、お願いします。どうも。警視庁鑑識課米沢守、役をやっております六角誠二でございます。テレビシリーズそして映画の撮影とですね、本当に1年のうちのほとんどをですね、米沢守の役をやっていくと、私は一体誰なのかというふうにですね、もはや六角誠二なのか米沢守なのか分からなくなっている今日この頃でございますけどもですね、本当にこんなに長い間相棒にもう携わらせていただけて本当に幸せでございます。今回の映画は本当に進化していくこのドラマの相棒というもののですね、いい部分、素晴らしい部分がたっぷりと詰まっております。皆様どうかご覧になってください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではもう皆さんお待ちかねです。レッドカーペットの方にどうぞお進みください。レッドカーペット、今回は偉い方のグループということになりますね。さあ、一気に重みが増してまいりましたが、はい、それでは皆様方からもご挨拶をいただいてまいりましょう。まずは石坂浩二さん、お願いします。はい、どうも、石坂でございます。今日は大変素晴らしいイベントでございまして、これだけたくさんの方に来ていただけるのは大変嬉しく思います。今日数々とこれからまだまだ出演者が出てまいりますけれども、私が一番年上でございます。そして警察庁次長というのは何をおいても一番偉い役でございます。そして、まあ、本当に不思議なもので2シーズン成宮君の父親という気持ちを持っていると、どうも成宮は自分の息子のような気がしてきて、もうただ皆さんが成宮君を見て拍手したり声を上げたりすると思わずなんかジーンときちゃったりなんかしてしょうがねえなと思って、まあ、やっぱりだんだん老けてくると涙もろくなるのかなと思う今日この頃でございますけれども、今回の作品では、まあ、そんなことはみじんもなくちゃんと真面目に演じておりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、片桐隆二さん、お願いします。あ、こんにちは。相棒レギュラーで唯一の悪役です。
まあ、あの石坂さんが私よりちょっと年上、やっと上に一人来ましたから私石坂さんですけど、まあ、あの劇場版2から3年ぐらい経ちましたかね。まあ、今度はあのミステリーがもちろんすごいアクション映画になっていると思います。ぜひ楽しみに見てください。ありがとうございました。続きまして小野亮さん、お願いします。どうも、 ありがとうございます皆さんこんにちは、中園の照親役小野亮です。いや、こんなたくさんの人に集まっていただいて、まあ、僕は相変わらずあのこのように偉い人が上へ上へこう入ってくるもんですから、ずっとペコペコしておりますが、もうこれも長くやっておりますので、だいぶ板についてまいりまして、あの挨拶その他は大変得意になってまいりましたいや、すいません、なんかいい加減なことばっかり。あ、そうですね、そうです、3本目できました。お待たせいたしました。面白いですよ、すごい迫力です、ミステリーです。ぜひ楽しんでください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして神保聡さん、お願いします。皆さんこんにちは、大河内春樹役の神保聡です。こんなにたくさんの方に集まっていただいて感無量でございます。ですね、今一緒に壇上に上がっている小野さんが大変な雨男で、雨が降るんじゃないかと心配しましたが、天気もよく、素晴らしい日になりました。劇場版3、テレビ版ではこうなかなか味わえないようなすごいスケール感の作品になっております。ぜひ皆さんご覧になって楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。そして皆さんもどうぞレッドカーペットの方にお迎えください。